皆さんこんにちは、ダイスです。今回はマインクラフトをやっていきましょう。今日は近くで見つけたゾンビのスポナーをどうにか改造して経験値が取れるように作ってみたいと思います。ではダイス、ここどうすればいいんだろう。とりあえず苔のついてる石を取っちゃったところ埋めた方がいい気がするんで、とりあえず埋めよう。スポーナーで経験値トラップ作ったことがないんですけど、ちょっといろいろ調べて作ってみれるかな。ということで失敗しそうな予感しかないんだけど、やってみたいと思います。どうしたらいいんだろう。とりあえずこれってどこに出るのかな。やっぱ家の近くなのは分かるんだけど、うわ、上がってみたら分かるよね。近っ。こんなに近い。ショベルね。はい。どれぐらいなんだろう。え、マジで。え、待って待って、1個しかないの。え。あ、近い。ここなんだ。え、どうやって作ろう。なんかタワーで水で動かすっていうのしか分かってないんですけど、とりあえず開けようかな。この真上にやるんだよね、多分。この辺に多分出るはず。あー、来たー。よかった。したらこっちに水が流れてこないと、だからもう一段奥だよね、多分。でどうしよう、これどうやって上に上げるんだろう。水流エレベーター、水のエレベーター、前にちょっとだけ作ったことあった気がするんだけど、え、うまくいくのかな。やばい、謎すぎる。流れるのかな。これで左右も開けないと水がいかない。実験、ちゃんと流れるかな。これで大丈夫っぽい。よかった。あとは、どうやって上に上げる。一応作ったんですよね。やばい、分かんない。ちょっといろいろ試してみようと思います。ピストントラップ、これ水流あってもうまく、あれ早い。これでちょっとはしごとかつけたら登ってくれないかな。無理かな。つけよう。これで登ってくれたら登ってくれたで上に行くよね。こっち側もつけとく。怖い。これで外して見てみる。外せない。よし、登るかな。これ取ったら、あー、来た来た来た、やばい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 
流れてくれて上に上がればいいんだよね。上がる？あ、なんか止まってる。うん？行かない？おお、いやあ、でも流れてってる。もうちょい流れが必要なのかな。あ、引っかかってる気がする。ダメか、トラップ良くない。どうしよう、失敗したっぽい。もう一段上げても難しいよね。え、どうやったら上上がるんだろう。ちょっとエレベーターにしようと思います。あー、違う、ここで水流す、流れる。やばい、ここに落ちてもらう。うまくいったらいいんだよね。なんか高い、一応なんか調べたら22マスって書いてあったんで22マス上げましたんだけど、うまくいくのかな。私どうやって降りればいいんだこれ。やばい、降り方まで考えてなかった。ちょっと待って、とりあえず作んなきゃ。で、試せばいいよね。で、脱出したい。出れない、もう一段ないと出れないじゃん。2段、ゾンビ2段だから1、2段詰まってる、すごい詰まってる。失敗してるこれ。水流エレベーター上上がんない。せっかく作ったのに。これどうすればいいんだ。もうあれなのかな、エレベーターとか使わないで自分でその場に集めて狩るっていうことしかうまくいかないのかな。だってこんな高いの作ってせっかくここに落ちてくるっていうのにしたんだけどな。あー、詰まりを何とかしなきゃ。うわー、ここだ。どうしよう、ここに作るしかない気がする。いるよね、足見えてるよね。やべ、あ、待って、敵死ゾンビになってる。そっか、待って、水の中入ってるからってことか。これ、敵死ゾンビも作れる。どうしよう、でもこっちゾンビにしてもう一箇所近くにあるところを敵死ゾンビにすればいい気がする。あ、え、金、あれ金塊、え、敵死ゾンビって金塊持ってるの、普通のゾンビは持ってないの。あれ、どっちがお宝いっぱい出るんだろう。あ、とりあえずあれですね、エレベーターで上に上げてゾンビトラップを作ることには完璧な失敗をしたので、ここに作ろうと思います。いや、私のさっきまでの努力は何だったのか。あ、ちゃんと出てくるね。ここに作ろう。悲しい。なんか変わった。あれ？歴史ゾンビ。水に浸かってると変わる？
メなんだ。箱じゃダメなんだ。石にして先につけんだね。これで向いてるね。よし。これでどうだ。ちょっとやってみよう。ハーフブロック、やって、なんで2個一緒につくの。どうしようどうしようどうしよう。あ、なんで2個一緒につくの。あれ、どうしようどうしよう、水浸しだよ。できた。でもさ、これさ、段つけたんですけど、ここのガラス外した方が楽々できる気がしてきた。これ外してちゃダメかな。上から叩くじゃ危ない。てかトラップにも何もなってない、ただ集めてるだけになっちゃってる。これいいの。高くしたんだけどな。ね、狼くん。なんかね、犬が近くにいたんで教えてもらった餌付け方法のなんだっけ、骨と肉でうちの子になりました。かわいいね。後でっていうか、名前つけてあげたいから、名前の名札もらってきてるやつをつけてあげようと思います。こんな感じに今なっちゃってる。ここです。もうなんか普通にあの剣を消費してで、こっち入るだけになってるんですけど、これエレベーターの作動ってできないのかな、うまくいかないのかな。あとなんかいろいろ落としてくれるのはなんか歴史ゾンビの方が装備がというか、金の延べ棒みたいなの落としてくれる感じが多いんですけど、おーやべやべやべ、何やってんの何やってんの。あ、戦いに行ってるわけか君。出てきて、ほらこっちこっち、おいで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 。ああ、よかったよかった。あ、ブルブルしてる、かわいい。なんかね、湧き方もね、こっちから見れるようにしました。一応流れはスムーズだからスッと行ってはくれるんだけど、まあ、こんなもんでいかがでしょうっていう感じです。もう一箇所ある方を歴史ゾンビ専用に今度やってみようと思います。ただね、近くに雲のスポナーもお隣さんだったからうまくいくかわかんないんですけど、っていうかうまくいかなくて、こんなに高い塔を建てたのにあの状態です。いいの。初めての経験値トランプはうまく作れませんでした。なんか上手に作る方法、もしご存知の方はコメントで教えていただけるととても助かります。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!